皆さんこちら伊藤塾講師の山村拓也です今回に関しましては「手法書士直前講座ガイダンス」「連想力を鍛え確実性をアップさせ記述式対策を仕上げる最後の記述式」ということで2023年の4月に開講する記述式の総まとめ講義これについてお話をさせていただきたいと思いますよろししくお願いします。 でまず一つ目なんですけれども、この講座の対象者、どういう方に受けていただきたいのかという話をさせてください。まずお一人目というかね、対象者の一つ目になりますけれども、連想力を鍛え、記述式対策の総仕上げをしたい方ということになります。 私のまあ入門講座ですとか、年明けの答案構成力養成等連。まあこの記述の講座を受けてくださっている方、いつもいつも私はお話をしていますよね。記述は連想と検証。これが勝負ですよ。話をしています。で、この連想のところはもちろん直前期までに皆さん勉強してきてくれているとは思うんですけれども、今一度しっかりと何を連想すべきだったかという連想ポイントをしっかり確認して、そこを鍛えてそこから総仕上げに持っていくということですね。そして二つ目。枠ずれを防ぎ。 手堅く合格ラインを超えたい方ということですね。まあこれもご存知のように特に不動産投機においては枠ずれ。これ大きな限定につながっていくわけです。ですから受験生の皆さん何としてもこの枠ずれを防ぎたい。まあそう考えているわけですね。特に不動産投機では名変の処理だとか、あとは相続の処理だとか。 そういうところを間違えていくと、特にこの枠ずれというものに影響するわけですけど、それを極力というか、しっかり防いでいく。そのために、どういうふうな手順で何をチェックしていけばいいのかというところ、これをもう一度最後に確認をして、そしてそれを叩き込んで合格ラインを超えたい。そういうふうに考えている方ね、ぜひ受けてください。そして三つ目。 直前期に絞り込みをかけた記述式対策をしたい方ということですね。ご存知のように直前期の勉強、特に4月以降というのはより急進的に今までやってきた勉強を絞り込んで繰り返していく。ですからもう手を広げないというのが鉄則ですよね。ですから記述式の連想ポイントなんかも大事なところ、後でも話をしますが絞り込んでいきますから、そこをしっかり絞り込んでより精度高いものにしていきたい。そう考えている方、ぜひ受けていただきたいな。 っていうふうに思います。あとはもちろんね、直前期まで技術式対策も含めてしっかりとある程度できてきましたっていう方も、最後にブラッシュアップをかけて、より確実に合格をテニスしていく。そういうふうに考えている方も受けていただければと思いますので、まあ対象者、そういう方を考えていますよ、ということで参考にしてください。 じゃあ、講座のポイントについて次にお話をさせていただきます。講座のポイントの一つ目。まあ、先ほどの話とも、ねえー、関係するんですが、記述式は連想と検証が勝負だ。もう一回確認してください。記述式というのは、事前準備をします。これが出たら何を連想していく。これが出たら何を連想していく。そこから、具体的な本試験で与えられる問題文。これを当てはめて現場で解いていくんですよね。 だ連想、そしてその検証、当てはめですね。これをしていくんだぞ。これを正確に早くやっていくのが本試験で合格と合格ポイントだ。ということをいつも言っていますよね。ですからそれをこういうふうに鍛えていきたいと思います、えー。登記記録などの別紙を具体的に示した上で連想事項を示す。この後見本もちょっとね、見せていきますけれども、具体的な別紙を示して、どこに着目をしてどんなことを連想していくのか、考えていくのか、そしてどう当てはめていくのか。当てはめるときの注意点は何だったか。ね。 そういう話をしていきます。また、キーワードとなる文言を確認した上で連想事項を示す定裁をとっている。これもそうです。あるキーワードを上げて、そこから芋ル式に連想していくことを上げていく。で、でチェックポイント漏れてたら、そこをしっかり最後に見てもらうということですね。そういうことをやっていくということですね。で、ですから、実践的な形で連想力を鍛え。 記述式対策の総仕上げが可能になりますということですね。まあ、実践的な形で、ね、別紙を見たり、キーワードから芋づる式にどんどん使えるかどうかチェックしていきますから、数、点数につながっていくようなね、形で講義をしていきますということです。じゃあ二つ目のところです。直前だからこそ基礎の徹底というところですよね。お話をしているように、この基礎知識を中心に情報量を大胆に絞り込んだコンパクトなテキストを使用していきます。 4月以降に開校していきますから、絶対に手を広げるものであってはいけません。ですから、ある程度もう本当に基礎的なところね、応用的な、まあ論点というのままである程度やってきているっていうことで、もうここからは手を出さない。基本的なところをしっかりとコンパクトにまとめていったものにしますから。これにより、試験直前での消化不良、これが一番怖いですよね。手を広げちゃって、結局よくわからないところね、そこのところに惑わされてしまうというのは一番良くないですから、基礎知識の精度を上げること。 ね、連想検証のポイント、特に基礎に絞り込みますから、そこの精度を上げること、これを心がけてください。ね、そうやってやっていきます。効率的かつ確実に点数を伸ばすことが可能である。で、時間もですね、たくさんの時間使うことはできませんので直前期ですから、不等法2回で合計6時間。 小等法2回で合計6時間計12時間という。まあこれもコンパクトな時間設計にしておりますから、記述式対策の総仕上げに最適な講座というところでお話をさせていただければと思います。まあちょっとだけ、じゃあ見本を見てみますけれども、こんな感じでやっていきます。教材の見本、例えば不等法であれば、ちょっとね、字が小さくと申し訳ないんですけれども、こんな、じゃあ実際の別紙ね。 会社の登記事項、証明書が出てきた場合についてはどこチェックしていきますかね。よくありますよね。称号本店に変更があった場合、名変。これ疑っていかないといけないですよね。例えば、あといろいろありますが、この役員関係。誰が役員か取締役かが出てきた利益相反。考えていったりだとか。あとは、この登記録に関する事項関係では合併とか分割とかね。組織再編形。このあたりで権利変動ないか。そういうチェックをしていくぞ。どこをどういうふうに見て、連想を検証していけばいいのか。 また、右側のところ、これ、名変ね。じゃあ、具体的に名変やるときに、名変と一言で言っても、名義変更か、構成か。ね、氏名住所の変更か、構成か。それはどこをどういうふうに見ていけば判断できたかっていうところですよね。そういうのもこういう別紙との対応関係とかも見る順番とか、しっかりお話をしていきますから、もちろん今までもやってきてると思うんですが、それをよりブラッシュアップしていく。基礎を徹底していく制度を上げていくっていうことね。で、もし漏れがあったらそこを埋めてもらうことができますから、まあ、こういう教材を使っていきますよということですね。 で、次、ショート法についてでありますけれども、ショート法についても、例えばここ、具体的な登記記録、商業登記の登記記録でね、会社形態の把握から始まって、その会社形態で注意しなければいけないこと、次どういうことを考えていかなきゃいけないか、なんていう連想ポイント、また検証ポイント、話をしたり、あとは先ほど言ったキーワード、開げてそのキーワードから連想ポイントの話をしますよ、話もしましたよね。例えば、もう典型例ですが、取締役の辞任、辞任が出てきたら何を考えていきますか、 なんていうところとか、いろんな話をこういうキーワードを上げながらそこからイモゾル式に展開していきますから、そういうところでしっかり基礎を確認。で、もし自分で、ね、弱いところとか。 漏れがあったらそこをしっかり埋めていってもらうということですね。またこれだけではなくて基礎的なところのひな型ですね。そのポイントも確認していきますから、いわゆるフォーム、ひな型のところの最終確認。これも一緒に行っていくことができますよ、ということになりますから。まあ、一例でありますけれども、こういう形で、えー、講義を行っていくということをちょっと知っておいていただけたらなと思います。じゃ最後に、えっ、ー、と、講座のカリキュラム等ということでお話をさせてください。で、先ほどもお話をしたように、この講座開講は2023年の4月、 に開講していきます。不当法、毎週週1回配信しますので、不当法1回目が4月の7日、2回目が14日、ね、ショート法の1回目が21日、そして2回目が28日ということですから、4月、もう直前期入ったところで、えー、週1回ずつ配信していきますので、そこで土台を作って、 で、もう一回確認して、で、5月、6月と弱くなったところ、特にね、チェックポイントとかのところで自分の弱点を洗い出していると思います。それをしっかり埋めて、最後、完璧な形で、5月、6月回して7月の本試験に入っていけるい。そういうカリキュラムになっておりますから、まあ、時間的にもここは安心をしていただければと思います。で、時間差は先ほど言ったようにコンパクトな設計にしておりますから、不等法6時間、小等法6時間の合計全12時間ということです。まあ、倍速で聞けるまであればもう6時間で済みますからね。 で、教材発送日は3月の24日のところではお手元に届くようにしますので、ぜひ、このところですね、考えていただければというふうに思います。まあ、先ほども話をしたように、とにかくこの直前期というのは絞り込んで繰り返す基礎の徹底、これがキーワードになっていきますから、記述式もここまで勉強してきたことをよりブラッシュアップさせて合格をしてほしい。そう考えている講座になりますから、ぜひ、有効活用していただければと思います。それでは、この動画はこれで終わります。ありがとうございました。